猫と金魚、猫と金魚は、東京の新作落語の演目の一つである。芸術家、高見沢自次家が、高沢露亭のペンネームで書き上げた。高沢は、収入のために創作落語を第二本郵便会、講談社の雑誌、おもしろクラブに売り込み、同志で連載。世界初の専業落語作家となっていた。同作は、読み物として書かれ、実演を前提としていなかった。 しかし初代、柳谷権太郎がこれを高く評価し、高沢に講座での実演を了承してほしい旨の手紙を送った。高沢は快諾した。以降、権太郎はこれを持ちネタとするだけにとどまらず、この演目を、初代、柳谷権太郎の自作と公表していた。初代権太郎の死後かなり経って、放送局が、この演目の本当の作者が、田川水宝であることを突き止め、 著作権料を支払うために、田川に連絡を取った。田川は、放送局に対し、著作権料は、全額、ゴン太郎の遺族に回してもらって、ゴン太郎の霊への花向けとして欲しい、と伝えた。登場人物は、主人、番頭、近所に住む、飛び頭の、虎さんの三人。主人、番頭さんや、金魚鉢に入っている金魚、亡くなってるんだけど、どうしたい 番頭私は食べませんよ。お前が金魚を食べたと誰が言ったんだと主人は小言を言う。主人によれば、金魚を取って食べるのは隣の猫に違いなく、猫が悪さをしないように金魚鉢を高いところに置いてほしいと番頭に頼む。番頭は高いって言うと、銭湯の煙突の上とかですかとボケる。主人はバカなこと言うんじゃない。 自宅の風呂場の棚の上に金魚鉢を置けばいいんだと命ずる。番頭は何を考えたか金魚をすべて金魚鉢から外に出し、金魚鉢だけを棚の上に置く。主人は、おいおい、なぜ金魚を自ら出すのだ。私は金魚の干物を見たいんじゃないんだよと悟す。番頭は金魚を金魚鉢の中に入れた。すると早速猫が現れて、金魚鉢に接近し、金魚をかもうとし始める。 番頭はこの状況をゆっくりとした陰銀な口調で主人に知らせる。主人は番頭に猫を追い出すように命じるが、番頭は自分の生まれ年がネズミ年なので、猫は苦手で戦えませんという。主人は当てにならない番頭を置いておいて、飛び頭の虎さんを呼びに行った。虎だから猫より強いだろうという期待があったためだ。 トラさんはやたらい性のいいお兄さんで世の中に怖いものなどないと豪語する。主人は風呂場の金魚鉢の猫を追い出すよう命ずる。トラさんは風呂場で猫と争った挙句、悲鳴を上げた。主人が風呂場に駆けつけると棚は破壊され、金魚鉢は真っ逆さまにひっくり返り、トラさんは金魚鉢の水を頭から被かって気絶している。主人が叩き起こすと、トラさん曰く、 猫に襲われて心臓をかじられた。これは私の心臓のかけらですと手の中に入っていたものを主人に見せる。びっくりした主人は虎さんの手の中にあるものを見て二度びっくりした。虎さん、それ、金魚じゃないか、そんなに握ったら死んでしまうよ。どうしたい虎さん、早く猫を捕まえておくれと改めて主人は頼む。今度は虎さんは、 猫は怖いから嫌です、とうって変わって弱気である。主人、猫が怖いって、お前さん虎さんじゃないか虎さん。名前は、虎ですが、今はこの通り、濡れネズミになりました原作者は、当時まだ漫画家ではなかったが、まさに漫画的な話である。原作には、冒頭部に長々と別のセリフがある。現在の、番頭さんや、金魚どうしたい 私は食べませんよという冒頭の形に借り込んだのは最初の演者である初代ゴン太郎自身と考えられている。また、初代ゴン太郎は至る所にぶん殴るぞこの野郎、ぶん殴るぞ馬鹿野郎というセリフを散り混ぜているが、原作には同様の描写は書かれていない。 原作には、金魚の品種は高級魚のュ中であると明記されており、このことで金魚が食べられるのを嫌がり、神経質になる主人の心情も理解できるわけだが、ほとんどの実演では、その描写は省かれている。ゴン太郎は、下げの、濡れネズミを、虎が、よく考えたら私は、ネズミ年生まれでしたという、というものに変更していた時期がある。万刀の生まれ年について、 ネズミ年としているものと、鳥年としているものとの2系統がある。この話の細部は演者によってかなり変えられてきた。八代目立花屋演蔵や、立川流の落語家は、内容、ストーリーを大幅に改変して演じている。評論家の唐沢俊一は、立川談笑の同作について、原作者の田川水宝が生きてなくてよかった、と思える一編。 生きてて聞いたら怒り出すよ。いや、絶対にと評している。初代、柳屋ゴン太郎死に際に、金魚さえ希望あるらし八の中、石のごとくに行動していると、桃園木を折り込んだ自生の句を残した。十代目、桂文治八代目、立花屋縁蔵立川藤四郎、立川段上、名人名演楽午前集七巻の月本四冒頭から笑わせる構成は、ゴン太郎の特徴で、 彼の自作、カツレツでは、牛肉でトンカツでもこしらえよう。トンカツはやはり牛肉に限るかいバカだなあ、お前そんなこと言うから笑われるんだよ、トンカツは。牛肉に限るんだよ、というやりとりで話が始まっている。立川談笑、唐沢俊一、長落語。ありがとうございます。